委員長、俊江君、はい、公明党の福重隆弘でございます。短い時間でございますので、早速、質問に移らせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。まず、犯罪を犯した者、いわゆる前科による特定職業への資格制限についてお伺いをいたします。前科とは法律上に定義はなく、一般的には過去に確定した有罪判決を受けた事実、経歴を意味すると言われておりますが、この質疑では便宜上、前科の言葉を使わせていただきます。この前科があると特定の職業に就く資格が制限されるなど、犯罪で刑に服した人の社会復帰は容易ではありません。今月4月からは、民法上の成人となる18歳、19歳でもある方の社会復帰を応援するべく、昨年から法務省の検討グループで議論が始まっていると認識しております。若年者の再犯防止、健全育成の視点で資格制限の緩和を検討することが重要であると思っております。4月から施行された改正少年法は、18歳、19歳も特定少年として扱い、健全育成の対象としました。しかし、民法上の成年としての社会的責任もあるため、資格制限については、成人と同様に制限されることとなっております。これに対し、衆参両院の法務委員会は、改正法への付帯決議の中で、18歳、19歳の若年者の社会復帰の促進を図るために、前科による資格制限のあり方について、対象業務の性質や実情等を踏まえた検討をするよう政府に求めております。これを受け、法務省内で有識者による検討グループが設置されました。そこでお伺いをいたしますが、有識者による検討グループなど、今までの議論や、現時点で決定している事項などあれば、ご答弁をお願いいたします。法務省吉川政策立案総括審議官。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、法務省では少年法等の一部を改正する法律の付帯決議などを受けまして、令和3年6月に有識者を構成員とした検討ワーキンググループを設置し、18歳および19歳などの若年者に対する前科による資格制限のあり方について検討を進めております。検討ワーキンググループでは、まず少年院に在院中または保護観察処分に付された18歳以上の者と、少年院の法務教官や保護観察官等の指導者に対しまして、資格に関するニーズ調査を実施いたしました。その上で、ニーズの多かった資格を中心に、所管省庁のヒアリングや紹介などを実施し、各資格の制限の内容や趣旨、目的などを把握しながら議論を進めております。資格制限には、一定の前科がある場合に、必ず資格を与えないとする必要的制限、資格を与えるか否かを判断者の裁量とする裁量的制限がございまして、またそれぞれ制限の範囲や期間も異なっております。これまでの議論を踏まえまして、現在、各所管省庁に対し、例えば必要的制限としなければならない理由や、裁量的制限の資格審査の判断基準などについて、さらに突っ込んだ紹介を実施しているところでございます。ここその結果や強制施設における職業指導訓練の実情なども踏まえまして、所管省庁に協力いただきながら、検討ワーキンググループでの議論を深めてまいりたいと考えております。福重君、ありがとうございました。次に、前科による資格制限としては、保健師、助産師、看護師、理学療法士、栄養士、調理師などは、罰金以上の刑に処せられたとき、免許が与えられないことがあります。また、公務員や自衛官は執行猶予期間中は採用されないと承知しております。刑を終えても一定期間は資格制限が続く職業もあります。前科による資格制限は、業務の社会的信頼性を守るため行われていると思いますが、一方で再犯防止の観点からも、しっかりと仕事に就くことも重要な視点であり、資格によっては制限緩和の検討の余地があってもよいのではないかと思います。この2つの相反する視点についてのご見解をもう一度お願い申し上げます。吉川政策立案総括審議官。お答えいたします。前科による資格制限は、各資格の業務の性質や実情に応じて、その適正や信頼性の確保など、一定の合理的な趣旨、目的をもって法令に規定され、運用されてきたものでございます。検討ワーキンググループで実施した所管省庁からのヒアリングにおきましても、例えば警備員については、
他人の生命、身体、財産を守るという業務の適正化を図ること、宅地建物取引については、国民生活や企業活動の基盤かつ高額な財産である宅地建物を扱う業務の適正化を図ることを目的として資格制限を課している旨の説明がございました。一方、罪を犯した者の社会復帰を促進し、再犯を防止するためには、資格の取得を通じて、安定した就労を確保することが重要と認識しております。そのため、検討ワーキンググループでは、まずニーズ調査を行って、罪を犯した者の社会復帰の観点から、ニーズの高い資格を把握した上で議論を進めているところでございます。委員ご指摘のように、個々の制限の趣旨目的と、制限を緩和すべきニーズの双方を踏まえた検討が必要であると考えておりまして、先ほど申し上げました追加の照会結果も踏まえ、例えば裁量による資格制限について、運用面での改善を所管省庁に働きかけるなど、早期の対応が可能なものから、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。福重君。社会復帰するためにですね、職業は重要な視点だと思いますので、ぜひ、検討をよろしくお願いしたいと思います。次の質問に入らせていただきます。我が国の高等学校への進学率は、令和2年度には 98.8% となっております。しかし、少年院入院者の教育程度について、どのくらいまでの教育を受けたのかについて見てみますと、20.7% が中学校を卒業後に高等学校に進学しておらず、また43.6% が高等学校に進学しても中退している現状にあります。他方、少年院出院者の 15.5% は進学を希望しているものの、進学先が決まらないまま、少年院を出院しており、令和2年に保護観察を終了した少年について、保護観察中に再飛行、再犯により、新たな処分を受けた少年の割合を見てみますと、少年院出院者について、学生生徒であったものは 12.7% であったのに対して、中学校卒業後、高等学校に進学しなかった少年や、高等学校を中退してしまった少年を含む無職者は 42.9% となっています。以上のような現状から、少年院出院者の中には、学習を継続できずに再飛行や再犯に至る例があり、これに対応するために、少年院在院中から保護処分終了時まで、国として一貫した学習支援を行うことが大変に重要であると思われますが、残念ながら現状はそのような体制になっていないと認識しております。そこで、ソーシャルインパクトボンド事業について質問をさせていただきます。ソーシャルインパクトボンドは活用した再犯防止対策については、我が党の再犯防止対策強化プロジェクトチームにおいて、満期釈放者対策をはじめとした再犯防止対策の充実の強化に関する提言を取りまとめ、令和2年7月に当時の森雅子法務大臣に申し入れを行っております。法務省は昨年、令和3年8月からソーシャルインパクトボンドによる非行少年への学習支援事業を実施しております。これは国が主体となってソーシャルインパクトボンドを活用する初めての事業であり、再犯防止分野においては地方公共団体を含めて初めての取り組みということで大変に期待をしております。まずはこの取り組みの概要についてご説明をお願いいたします。吉川政策立案総括審議官。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、法務省では令和3年8月から令和5年度までの3年間を事業期間として、ソーシャルインパクトボンドを活用した非行少年に対する学習支援の事業を開始いたしました。本事業は法務省が民間の受託者に委託して、少年院在院者のうち高等学校への復学を希望するなど、出院後の継続的な学習に意欲のある者に対しまして、少年院在院中に学習指導計画の策定を行った上で、出院後最長1年間にわたり継続的な学習支援を実施し、事業の成果に応じて委託費を支払うものでございます。具体的には、学習教材を提供する事業者と、東京と大阪に所在し、困難を抱える少年に対する支援の実績がある2つの事業者の3社が共同事業体として組成し、本事業を受託しております。また、民間の事業者がそれぞれの強みを生かし、少年院在院中の段階から仮退院後の保護観察段階、さらには保護観察の終了を含め、一貫した支援を行っております。そして本事業では、受託者である共同事業体が、事業の成果に応じた変動型金利による銀行からの融資や、
事業の成果に応じて償還分配を行うクラウドファンディングなどの方法により民間から資金を調達しております。以上。福重君。次にこの学習支援事業の事業期間でございますけれども、令和3年度から5年度の3年間の総額の最大支払額は7122万円と伺っておりますが、予算上、学習支援事業の支援の対象者はどのくらいの人数規模になると想定されているのでしょうか。また、事業者に支払われる委託費に連動することとなっている成果について、何を成果指標とし、それをどのようなお考えのもとで設定したのか、お伺いをいたします。吉川政策立案総括審議官。お答えいたします。本事業は令和3年度から令和5年度までの3年間を事業期間とし、少年院から仮退院後東京または大阪に帰住する者のうち約80名の少年を対象として、東京と大阪に設置した学習支援拠点において学習指導等を実施することとしております。法務省は毎年度事業の成果を評価し、成果に応じて委託費の支払いを行うこととしており、具体的な指標としては、プロセス指標とアウトカム指標の2つの観点から、それぞれ3つ、合計6つの指標を設定しております。このうちプロセス指標は、事業の実績を評価するものであって、例えば学習支援の継続率という指標を設定しておりまして、支援計画上の学習支援と実際に行われた学習支援を対比することで、計画通り学習支援が実施されたかを測定し、その割合に応じ支払い額を変動させることとしております。またアウトカム指標は事業の成果を評価するものでございまして、例えば支援対象者の再処分率という指標を設定しておりまして、本事業における支援開始後1年間の再飛行再犯による再処分率が支援を受けてない少年たちと比べてどの程度減少したかを把握し、その割合に応じ支払い額を変動させることとしております。このように本事業では事業の実績と成果の双方において客観的に測定可能な指標を用いるなどして適正に評価できるよう配慮してございます。福重君。どうもありがとうございました。今後の取り組みについてもお聞きしたいと思ったんですが、時間の関係上ちょっと割愛をさせていただきますが、この事業に対しては大変期待をしておりますので、ぜひ推進をよろしくお願いをしたいと思います。次にサイバー攻撃に対してお伺いをいたします。インターネットを通じてコンピューターシステムに不正に侵入し被害を与えるサイバー攻撃がございます。この脅威は年々増大しており、対策を強化する必要があります。国はサイバー攻撃による犯罪を専門に扱う部局を警察庁内に発足させ、そのために必要な人件費やシステム整備費が令和4年度予算案に盛り込まれたことは公明党の主張を反映したものであり、感謝申し上げます。昨年5月には米国最大の石油パイプラインが攻撃を受け、数日間の操業停止に追い込まれました。また今回のロシアによるウクライナ侵略においても、ウクライナの行政機関への大規模なサイバー攻撃が行われたとの報道もありました。日本企業も大手中小企業を問わず、また国内拠点が海外子会社支店かを問わず、サイバー攻撃を受け、データや情報が流出する被害が出ております。今年1月、岸田総理の施政方針演説に対する代表質問において、我が党の石井幹事長は、命を預かる医療施設などに対しては、サイバーセキュリティ総点検を実施し、国と都道府県が協力して丁寧に取り組むべきだと主張をいたしました。その上で、サイバー攻撃の状況について質問をさせていただきます。社会の IT 化、デジタル化の進展に伴い、サイバー攻撃の手口も多様化、かつ巧妙化しているものと承知しております。最近ではランサムウェアが大変な問題となっておりますが、サイバーセキュリティ戦略に基づく政府の取り組みについてお伺いをいたします。内閣官房吉川、内閣審議官。お答え申し上げます。サイバー空間の公共空間化が進展することで、さまざまな恩恵がもたらされる一方で、ランサムウェアをはじめとしたサイバー攻撃のリスクが高まっております。特に近年、国家の関与が疑われる海外からのサイバー攻撃事案も見られるなど、サイバー空間における脅威は急速に深刻化しているものと認識をしております。こうしたサイバー攻撃の対策の強化を図り、自由公正安全なサイバー空間を確保する観点から、サイバーセキュリティ基本法に基づき、官房長官を法務長とし、関係省庁の大臣を本部員とするサイバーセキュリティ戦略本部を設置し、政府一体となった推進体制を確保しているところでございます。また昨年9月に閣議決定をいたしましたサイバーセキュリティ戦略においては、
公的機関が限られたリソースを有効活用しつつ、その役割を果たせるよう、関係機関の一層の対応能力強化、連携強化を図ることとしているところでございます。例えば、ランサムウェアによる攻撃をはじめとする現下の情勢を踏まえた対策の強化を図るため、ニスクや関係省庁が連携して、政府機関や重要インフラ事業者、産業界に対してサイバーセキュリティ対策の強化に関する注意喚起を実施しておりまして、直近では3月24日に行うなど、政府一体となって取り組んでいるところでございます。政府といたしましては、今後も関係省庁が連携を図りつつ、サイバーセキュリティ戦略を確実に実施し、我が国全体のサイバーセキュリティの確保に万全を期してまいりたいと考えております。福重君。ちょっと引き続きですね、そのランサムウェアについて聞きたいんですけれども、コンピューターウイルスを感染させてですね、システムやデータを使用できない状態にし、その復元と引き換えに金銭を要求するものであり、近年大変な問題となっております。今年3月には取引先がランサムウェアによるサイバー攻撃を受けた影響により、トヨタ自動車の国内工場がストップする事態も発生していたしました。大企業におけるサイバー攻撃対策が十分であったとしても、関係するサプライチェーンの中にはセキュリティ対策の脆弱な企業もあれば、そこを狙われる可能性が十分に考えられます。特に中小企業は大企業に比べ、サイバー攻撃への対策が不十分であることが多いのではないかと思います。そうした中小企業へのサポートなどの対策を講じているのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。経済産業省江口大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、サイバー攻撃の中には中小企業等、サプライチェーンの中でセキュリティが脆弱な部分を狙ったものも多く、中小企業をはじめといたしまして、サプライチェーン全体でセキュリティのレベルを上げるというのが必要になってまいります。特に大企業と同じような対策を講じることが難しいというような中小企業に対する細やかな対策と支援というのは不可欠であるというふうに考えております。このため経済産業省におきましては、業種別や中小企業向けのガイドラインを策定をする、また意識啓発、このようなものに努めているほか、自社サーバーの異常監視やサイバー攻撃を受けた際の初動対応の支援、復旧に要する費用の簡易保険など、中小企業に必要な対策をワンパッケージにまとめ、安価に提供するサイバーセキュリティお助け隊サービスを導入する企業を、IT 導入補助金の優先採択の対象とするなど、対策の普及に努めてまいっておるところでございます。経済産業省といたしましては、ニスクをはじめとした関係省庁や産業界と連携をしながら、引き続き中小企業を含めた我が国産業のサイバーセキュリティの確保に努めてまいりたいと考えております。福重君。ご答弁ありがとうございました。またちょっと引き続いて質問させていただきたいんですが、昨年開催された東京オリンピック・パラリンピックの期間中、大会運営に関わるシステムやネットワークに相当数の数のサイバー攻撃を受けたとの報道がございました。幸いなことに、日本の高い技術やセキュリティ対策の結果、すべての攻撃をブロックし、大会運営の影響はなかったということでございます。関係者のご努力に心から感謝を申し上げます。サイバー攻撃は世界各地から行われたと見られています。そこで質問させていただきます。この東京オリンピック・パラリンピックにおけるサイバー攻撃の状況や対応について、政府はどのように総括をされているのでしょうか。また来年は主要7カ国首脳会議、いわゆる G7、 それから令和7年に開催の大阪・関西万博や、令和9年に横浜で開催される国際園芸博覧会など、我が国では今後も国際的な会議、イベントの開催が予定されております。規模の大きい国際的な会議、イベントはサイバー攻撃の格好の標的となりやすいと思いますが、東京オリンピック・パラリンピックで得られた教訓や対策のノウハウをどのように生かし対応されていくのか、政府のご見解をお伺いいたします。内閣官房吉川内閣審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のように、東京大会のように世界から注目を集める国際イベントでは、サイバーセキュリティの確保が重要との認識のもと、官民が連携してサイバーセキュリティ対策の、に精力的に取り組んでまいりました。具体的には大会準備期間において、政府として競技会場や大会運営を支える重要サービス事業者等を対象として、想定されるリスクの評価や対応策の検証等を繰り返し行ってきたほか、インシデント発生等に備えた実践的な演習訓練を積み重ねてまいりました。
また東京大会期間中には競技情報の共有等を行う中核組織であるサイバーセキュリティ対処調整センターを24時間体制で運用して積極的に関係者間の情報共有を行いました。例えば大会期間中にはですね、競技のライブ配信を装った不正な動画配信サイトなどが観測をされたものの、官民が連携して的確に対処することなどにより、結果として大会運営に影響を与えるようなサイバー攻撃は確認をされませんでした。今後は東京大会を通じて得られた知見やノウハウをこれまでよりも広い範囲の事業者等に活用いただくことなどにより、大規模な国際イベントに生かしていくことが極めて大事だと認識しております。また我が国の経験等を諸外国にも共有することで、サイバーセキュリティの分野での国際貢献にも取り組んでまいる所存でございます。福重君。こういったことは世界的脅威でございますので、今世界貢献へという話もございましたけれども、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。本当はこの後障害者の性暴力に関する質問をですね、大臣等にさせていただきたいと思ったんですが、時間が参りましたので次の機会にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。次に鎌田